県内では今夜遅くにかけて雨や雪が降り、予想よりも気温が低くなった場合や雪が長引いた場合、山地では警報級の大雪となり、平地でも積雪となる可能性があります。明日朝までに降る雪の量はいずれも多いところで、中部、東部、伊豆の山地で15センチ、西部の山地で5センチと予想されています。いつも車で通勤してるんですけど、ちょっと怖いので電車で来ました。気象台は大雪や路面の凍結による交通障害に注意、警戒が必要だとしています。また交通機関に乱れが予想されるため、最新の情報を確認するとともに、時間に余裕を持った行動を心がけるよう呼びかけています。